はい、どうも、車社長ワンソクチューブです。今回は、アルピーヌの A110、こちらがマイナーチェンジしましたので、試乗させていただきます。早速ね、ちょっともう、走り始めちゃいたいと思います。この特徴的な、シフトボタンをですね、D を押し、今走り始めています。A110 の、こちら GT と、いうグレードですね。グランドツーリングを目的として、作られていると。で、さらに、他にですね、A110 というグレード、そして A110S というね、S の方はもうクローズドのサーキットで、パフォーマンスを発揮するように、作られているということで、こちらの GT の方がですね、グランドツーリングということで、快適性も、考慮された、グレードとなっています。で、今早速ね、エンジン始動のね、音は今ちょっとここ挿入しておきましょう。はい、こんな感じで、かなりね、やる気にさせる音が、するんですけども、走り始めましたが、結構ね、ミーンっていうね、メカニカルな音が、結構聞こえています。今日あいにくのですね、霧が、ひどくてですね、ちょっとまともに走れるかどうかというところですが、こちらの RP の A110 はですね、MR ミッドシップレイアウトと、確か56対44というか、44対56というかですね、ドライバーが本当に車の中心にいるような、理想的な重量配分になっているということでした。フロント44の、リア56というような、重量配分になっているそうですけども、いや、前が全く見えん、やべえ、これはちょっとあのスピード出せないな。で、今回のね、マイナーチェンジではですね、主にやっぱグレードの名称変更がありまして、まあ今まで A110 と言っていたのは A110 のままですが、リネージと言っていたものが GT になりまして、で A110S は同じく存在しているということで、まあ快適性も考慮された GT か、クローズドでパフォーマンスを発揮する A110S かということです。で、パワートルクも今回のマイナーチェンジでですね、上がっていて、でこちらの GT と A110S の方はね、300馬力というふうに馬力も上がっています。で、これはね、どれぐらい上がったかは、下のところに書いておきたいと思いますが、トルクも非常に、豊かと。で、今、走っていますが、まあ、確かに、後ろから、こう、蹴り出されるような、豊かなトルクとですね、結構ね、ガラララっていう、やる気にさせる音がですね、耳の後ろから聞こえると、エンジンが後ろについてますんで、そのあたりがね、やっぱ MR ならではの、ちょっと今まで、あんまり体感したことないような位置から、音が聞こえているという感じです。シフトフィールはですね、非常に滑らかですね。これ DCT だったのかな、デュアルクラッチのトランスミッションなのかトルコン AT なのか、ちょっとチェックし忘れてしまって分かってないんですが、パドルで操作した感じですね、もう変速のラグは全くなくですね、で変速ショックも全くないという感じなんで、わしかし真っ白でちょっとスピードは全然出せないですね。もっと荒々しいのかと思ってたら、かなりコンフォート、これがもしかしたら後でね、乗り換えするんですが、 A110S というね、クローズドで最適化されているという方に乗るともっと荒々しいのかもしれないですが、こちらの GT の方は変速のショックとか、そのエンジンの音とかもですね、あとトランスミッションのこうメカニカルな音とかもかなり快適なコンフォートな感じがありますね。で、乗り心地やべえな。いや、実はですね、ここまで多少ね、スポーツカーの比較ということで、私普段乗っている BMW の M240i X ドライブ、こちらでターンパイクまで来てて、それもめちゃくちゃ走り楽しかったんですけども、乗り心地に関してはこっちの方がやっぱいいですね。ダンパーインダンパーといって、まあアルピーヌではもう伝統なんだそうなんですけれども、
まあ、ハイドロと呼ばれる、ダンパーの中にダンパーがもう一つあるという、乗り心地が良くなるようなダンパーを使っているということなんで、それの影響もあってかですね、非常に当たりがマイルド、これ多分 GT だからっていうのもあると思うんですが、ここまで乗ってきた 240i の、まあ、慣らしは終わってない、まだ 1000km 未満ぐらい、600キロぐらいしか乗ってないですけど、それよりは当たりは非常にマイルドですね。いやー、これは極上かつ、まあ、やっぱ、スポーティー、やっぱ300馬力ありますんで、その速さみたいなものはちょっと今下りで、霧も濃いんであんまり踏めませんが、やっぱグランドツーリングを、まあ、重視した、この GT ということになってますんで、快適かつ速く楽しいという感じですね。やっぱ今こうやって高速コーナー周回してますけども、やっぱ重心が後ろにあるのが分かりますね。この私の素人のおじさんでも分かるぐらい回答性が高いと。で、MR っていうと、まあ、ちょっとピーキーなイメージもあるかもしれないんですが、以前あのクローズドで私も A110、使用させていただいたこともありますが、全然そんなピーキーな感じはなく、もちろん鹿島禁物、特に路面が濡れてる時とかはあんまり、スピードを出してコーナーに進入するようなことはしない方がいいと思いますが、あの普通に走ってる限りではですね、非常に扱いやすいですし、回答性が高いなっていう印象がありますね。で、ブレーキタッチも非常によく効く、うん、でも結構固めのブレーキフィールになっているので、でもあの踏み始めからしっかり制動が立ち上がってですね、ちょっと踏めばちょっとの、制動力で、グッと踏めばグッと効くというような感じになっているし、そもそも車重がですね、ベースの A110 だと1110キロ、まあ、A110 のね、1110っていう感じで1110キロしかないと。こっちの GT は確か1120キロとかちょっと、車重が重くなってたかと思いますが、それでも1100キロぐらいしかないわけですよ。それから考えれば、あのこのストッピングパワーはもう十分以上で、かつ踏みしろに合わせてすごくコントローラブルで剛性感もある。ブレーキフィールもいいな。で、パドルは以前からね、思ってますが、固定式なんですよね。あのハンドルの軸に、固定になっているので、切っている時にはですね、この辺の位置に手がある時にはパドルがちょっと遠いと。はい、今度はね、上りやってきました。いやー、上りの方がやっぱ、パワートルク感じることができますね。いやー、めちゃくちゃ楽しい。いやー、で、アクセルオフにするとクサーっていうね、あのクサーっていうクサじゃねってウエストゲートを抜けるね、音がしますけども、いやー、めちゃくちゃ楽しい。いや、 GT でも十分速いし、多分これ元のベースのあの A110 でも十分楽しいんだと思いますが、 A110S まで行かなくても全然十分ですね。今2000回転で山坂道に登ってってますが、低回転側のトルクも非常に豊かですね。おー、そうすると、うひょー、やばい、これはやばいな。めちゃくちゃ気持ちいいですね。まあ、スピードもそこそこ出てるんですが、体感スピードよりもですね、実際のこの演出によってですね、速く感じているっていう部分はありますね。で、ブレーキもね、むちゃくちゃ効いて、こちらフロントはブレンボのアルミモノコックキャリパー、リアはブレンボのアルミシングルピストンキャリパーということで、めちゃくちゃ強力な、ブレーキもついています。なので、まあ、元々軽量ということもありますが、ストッピングパワーは本当に十分効きますね。で、パドルすごいな、パンパンパンっていう音しますね。パドルでシフトダウンするとですね、ウエストゲートを抜ける音とか、こうパンパンっていうね、音とかもして、すごいスポーティーな、これ今スポーツモードにして走ってますけども、めちゃくちゃスポーティーですね。いや、でも
GT で十分だと思うけどな、ほんと。これちょっとね、A1-10S と乗り比べて、車変えて、ちょっと、試乗してみたいと思います。続いて、A1-10S。こちらの方に、試乗させていただきます。まあ、GT がね、普通に道路でも快適性が重視されているような車に対してですね、こちらの A1-10S の方はクローズドコースでパフォーマンスを追求したグレードということなんで、シートの高さ調整とかもできないと。リクライニングの調整もできない。前後だけとなっています。で、スプリングレートとかも強化されて、ダンパーもそれに応じてチューニングされていると。あと、ロールバーとかも剛性高められているということです。で、エンジンとかのね、トルクとか、出力は同じ、最高出力300馬力の340ニュートンと。で、0-100 の加速が 4.2 秒ということです。車重が、1120キロと。先ほど乗った A110GT の方が1130キロということで、こちらの方が10キロ軽いと。まあ、ベースの A110 の方が1110キロということで、それよりは10キロ重くなってますが、まあ、その分ですね、タイヤもね、215-40R18 と、リアが245-40R18 と、タイヤは全グレード、ミシュランのパイロットスポーツ4を履いているということで、まあね、バケットシートとか、この辺がね、すごい専用感を感じますね。それでは、エンジンスタートしてみましょう。ポチッ。はい、こちらもやる気になる音がしますね。はい、それでは D ボタンに入れて走り始めてみましょう。おー、心なしかもうエキゾーストがですね、ノーマルモードですでにかなりやる気にさせる音がしますね。あー、なるほど。結構違う。こっちの方がやっぱり路面に吸い付いてる感じがめちゃくちゃしますね。もう直後に乗り換えたからより分かりやすいと思うんですが、ステアとかは、若干こっちの方が軽いような感じもするんですが、より路面に吸い付いてるような感じ。まあ、タイヤがね、10ミリ、幅広になってるっていうのもあると思いますし、スプリングレートとかはこっちの方が硬くなってると思うんですが、乗り心地とかはですね、こちらもダンパーインダンパーハイドロ積んでますので、そんなに硬すぎない。全然もっとガチガチに硬いのかと思ったら、そんなことないんですね。あ、これでも全然いいかも。ただですね、やっぱシートとかの調整ができないであるとか、ちょっとスパルタンすぎるような仕様のところも若干見受けられますので、まあ日常の快適性をも重視するのであれば、まあ GT の方でもいいんじゃないかなとも思いますけどね。うひょー、これスポーツにしてないんだけど、まだどうすかこの音、やば。いや、路面に吸い付く。いやー、おもろ、これはやばいな。いや、ここまで BM の M240i で乗ってきたんですけど、いや、後ろから蹴り出される感覚やばいですね。やっぱ MR ならでは。フロント44、リア56だったと思うんですけれども、そのぐらいの重量配分になっていて、ドライバーを中心に旋回するような感覚があるというふうに資料にも書いてありましたが、まさにそんな感じ。いやー、旋回性能すごいな。で、結構今ギャップとか超えましたけど、全然硬くない。これで十分っていうぐらい。で、スポーツモードにはしました。そうするとよりなんかレスポンスは上がるけど、こっちの A110S の方はなんか標準のドライブモードでも GT よりもなんかやる気にさせるような感があるかも。で、飛ばしてなくても全然なんかスポーティーな感じっていうのがあるので、いやー、これは痛快。いや、でもタンパイクとかで走らせてるから楽しいっていうのもあると思うんで、これが日常の一般道とか出るともしかしたら硬さとかが気になってくるのかもしれない。あ、確かにスピードがちょっと落ちてきた状態だと、コツコツとした、路面のギャップっていうのをより感じるようになるので、速度域が高ければそれが安心感とかっていうのにつながると思うんですが、やっぱりある程度のスピードを出した方がですね、安定感が感じられるので、
日常の街乗りとかだとやや硬く感じるかもしれないですね。いやそれにしてもめちゃくちゃ楽しいな。 GT でも十分痛快だったし、乗り心地の良さもあったし、スポーツモードにしたら十分速かったし、こっちのがなんかねやっぱ軽さというか10キロしか変わってないはずなんですけど、より軽い感じがする。でパワートルクとかも同じはずなんですけど、なんかねその辺はなんか軽さをより感じるようなセッティングになってるでしょうね。私モータージャーナリストでもない普通のおじさんがですね乗ってもその差がわかるぐらいなので、ジャーナリストの方のレポートもぜひ見てみていただければと思います。カーンドレジャーさんと今回ね一緒に、取材同行させていただいてますので、カーンドレジャーさんのウェブサイトにも私寄稿しますし、あと、カーンドレジャーさんの YouTube チャンネルもありますので、そちらも合わせて、見ていただけると、差っていうのは私よりも細かくインプレッションされてると思いますので、そっちもちょっと見ていただければと思いますが、まあ素人のおじさんの私が乗ってもですねめちゃくちゃ痛快。じゃあ根がはないのかっつうところですが、でも今回まあ大体フランス車の根がといえばですねナビ周りなんですが、今回ようやくと言っていいかもしれないんですが、カープレイ Android Auto 対応しました。なのでまあ有線接続にはなりますが、接続することでですねまあナビもスマホのものを使って、見ることができるという感じになったので、まあようやくまともと言っちゃ失礼かもしれないですが、ナビも、使うことができると。で、前期型のマイチェン前の A110 も、まあ、結構すぐに、販売受注停止というか買えなくなっちゃったので、かなりプレミアな車になっていると思いますので、買えるうちに買える方はですね買っといた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。いや痛快だわ。でそんなにスピードが出てなくてもやっぱコンパクトでライトウェイトなんで、体感速度っていうのがある程度感じられます。でもフランス車って本当に走ってて楽しいなって思うんですけど、踏みたくなるんですよ私もだからフランス車乗ってた時は自宅から300メートルのところで、ネズミ捕りに捕まったというぐらい、日常の足として使ってもついつい踏みたくなっちゃうぐらい楽しい乗り味があるので、いやステアフィールもめっちゃクイック、いやー楽しい。まあロードノイズとかは多少聞こえますが、それよりも後ろから聞こえてくるエキゾースの音が気持ちよすぎて全く気にならない。むしろ静かかもしんないな。はい。でブレーキもブレンボのものが、使われているので、しかもライトウェイトなので、車重に対してのストッピングパワーも必要十分以上、しかも動力に応じて制動が立ち上がるんで、おっとっと止まらないなんてこともなく、しかも踏み始めの初期制動もしっかり確保されている上にですね、コントローラブルな感じはあります。だから途中からガンと効いてカックン気味になるっていうこともなく、スーッと効いていく感じ、気持ちよくできてますね。いやーこれは良い乗り物だといった感じで、試乗も終了ですね。これ面白いのがですね、 N ボタン長押しで P に入ると、これもちょっと初見殺しな感じありますけども、それで P に入るという感じですね。パーキングブレーキはまあ引く必要があるという感じです。でエンジン切ってみましょう。ポチッ、はい、静かになりましたといった感じでね、アルピーヌの新型 A110S と GT、乗り比べさせていただきました。気になっている方はね、お近くのアルピーヌのお店、まあ、なかなかお店ないかもしれないんですけれども、探してですね、ぜひ試乗、見積もりされてみてはいかがでしょうか。車でも何でもね欲しいと思った時は買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。